今日はエビ祭り。3種類あるエビフライから何を選んだか。あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。ハロペコ、今日はですね、館林市朝日町にあるかなえさんにやってきました。やっと来れました。かなえさんといえば大きなエビフライが有名なお店で、エビフライは3種類あります。今回はその3種類から2種類を食べたいと思います。メニューです。エビフライの他にも定食系、お刺身系があり、牛肉の料理、いいですね、コーンスープやなめこ汁、そしてうなぎもあります。肝焼きもあったりしますね。その他にはエビの天丼、ウニやイクラの丼、そしてコース料理などがあります。まずはジンジャーエールで喉を潤していきましょう。しかも瓶ジンジャーエールです。瓶は炭酸が強くてうまい。そして今回こちらです。フォークを隣に置いたんですけど、わかりますかね。エビフライは3種類の中から真ん中と一番大きいこちらの優等エビフライをいただきたいと思います。いやー、思ってた以上に大きいです。これはどっちのエビフライかな。味噌まで愛して優等大エビフライ定食4500円、ドロロロ。私はこちらです。メニューの中で一番上のエビフライなんですけど、メニューには4280円と提示されていますが、最近なかなかこのエビちゃんが取れないようで、値段が4500円まで高騰してるそうです。でもこの大きさなら納得ですよ。いただきます。味噌汁はしじみです。お酒を飲んだ肝臓が喜んでる。そしてエビフライの隣にはポテトサラダに野菜。このポテトサラダが素材の味を生かしてて美味しかったんですよ。そして千キャベも。それではこのエビフライ、私34年生きていてこんな大きいエビフライ見たことがありません。それではいただきます。これはどう食べていいか分かんないぐらい重いんですよね。肉厚。今まで食べたエビは何だったんだっていうぐらいのレベルですよ。めちゃくちゃ美味しい。衣も薄いのでほぼエビの肉厚です。それでは今度はソースをつけていただいてみますか。いや、ぶっといな。こんな感じでかなり大口の人じゃないと一口で入れるのも難しいかと思います。フォークが一緒についてるのでフォークで切って食べてみてください。この優等エビの醍醐味は味噌まで愛してっていうことで、味噌までいけちゃうんですよね。それなので頭をかぶりついていきます。ほじくり出すとこんな感じで味噌がたっぷりのエビが出てきます。チューチュー吸うのもありですよね。頭がでかすぎて、もしですよ、もし海で自分が泳いでる時にこのエビが現れたら怖ってなるぐらいの大きさです。頭の殻を取っていったらまたここにもでかい身があるんですよね。エビの味噌が好きな方はこちらエビ味噌たっぷりのエビを食べてきます。うまい。エビの味噌が濃厚でね、これはたまらないですよ。めちゃくちゃうまい。中はこんな感じで味噌がたっぷり詰まってます。そして食べるかわかんないんですけど、足の部分もこれね、食べてみたらめちゃくちゃ美味しくて、エビのおせんべい食べてるみたいな感じで、頭の部分だけでかなり楽しめるようなエビフライになってます。このエビフライはどっちのエビフライかな。大きな大きなエビフライ定食3100円、ドロロロ。相方様はこちら。こちらは真ん中のサイズです。と言っても私の顔より長いですよ。ガブリ。うまい。うますぎる。最高です。コーヒーがけアイスクリーム600円、ドロロロ。
そしてデザートまで今日は行っちゃいました。かりんとうがついて、こちらのアイス、バニラビーンズ入り、そしてさくらんぼ入りのアイスクリームです。こちらはコーヒーなのでかけながらいただく。コーヒーはもちろんブラックなんですけど、アイスクリームがかなり甘いのでカフェオレみたくなって美味しいですね。こんな感じで濃厚で美味しい。最後はコーヒーを飲み干し、香り高いコーヒーが本当に美味しかったです。さくらんぼは最後に食べる派。うん、酸っぱいけど美味しかったです。贅沢ランチでした。でっけえエビ、ごちそうさまでした。それでは振り返りです。あの大きさのエビは人生で初めてです。ご飯よりエビでお腹きつくなれて幸せ。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。